Do you know you?国商国産。あぐちゃん、ぐりくん、取材よろしく。あぐちゃん、ぐりくん、今日は農業について少し厳しい話をします。まず農林水産省が8月に発表した2つのデータを見てください。これは令和2年の農産物の平均価格を100とした時のグラフ。令和4年は赤色にしてあるけど、ここ数年ほとんど変化はありません。それに対し、これは農業に必要な資材の金額を表したグラフ。令和4年を表す赤い線が2年前よりかなり上がっているのが分かりますよね。どうしてこんなことになっているんですか？原因は円安や戦争の影響などいくつかあると思います。でも生産コストが上がったからといって、自動車などの工業製品とは違い、価格を上げにくいのが農畜産物の現状なんです。それでは生産者の人たちは大変ですね。熊本県内にはこうした中でも日々頑張って農畜産物を作り続けている生産者がたくさんいます。こんな時代だからこそ、国民が必要として消費する食料はできるだけ国で生産する国商国産。日本の食の未来のために、熊本の農畜産物の購入にご協力をお願いします。では実際の生産者の声をご紹介します。今年になって肥料やハウスなどの資材の値段が特に上がってきました。今はいろんな工夫をしながらどうにかやりくりしています。私たちが作る安全安心な農産物、たくさん食べてもらえると嬉しいです。Do you know you? どうにかして応援しなければ。応援の歌。よし。ではみんなで食べて応援、国商国産の歌。行ってみよう。いろんなコストが上がる。